はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、トミカハイパーレスキュードライブヘッドサポートビークルレスキューヘリコプターです。はい、いよいよ3つ目のサポートビークルですけど、これはドライブヘッド3番機のホワイトホープ対応のもので、以前旧バージョンを詳しくレビューしましたけど、今回も本体カラーが大幅に変わってて、新規パーツでレスキューヘリコプターのドライブバッテ付き、外箱をぐるっと見回すとこで、遊び方自体は変わってませんが、ホワイトホープはもともと顔が2バージョンありますから、合体後も2つのタイプで遊べますよね。ではレビューしていきます。これもソニックジェット同様に本体カラーが渋くなってるっぽくって、おーだいぶ暗いね。手足パーツがかなり暗めなダークグレーになってて、これは合体後の状態が楽しみ。そしてシールとバッジも入っております。はい、これも 2,3 分でシールが貼り終わりましたので、ヘリコプターの後ろのパーツと前の部分をパトランプを押し込みながらセットして、で、こちら側もロックボタンを押しながら差し込んだら変形させて、上側のここのジョイントにプロペラをセットすれば、はい、レスキューヘリコプターの完成。色超かっこいいんですけど。そしてドライブバッジはホワイトクリアですね。ドライブバッジの本体形状はこれまでと変わりませんが、今回はクリアホワイトで、正面にはレスキューヘリコプター、ホルダーでの発光色は白かな？お！赤色？あ、赤白ですね。赤と白に発光します。これでサポートビークルのバッジも3つ揃いました。そしてレスキューヘリコプター本体、ぐるっと見回すとこうで、正面、上側、下側で、各パーツを細かく見るとある程度塗装で色分けがされてますし、シールもこれまでのものに比べて貼ってある箇所とか文字が一部変わって、成形色が大幅に変更されましたね。これまではベースのホワイトカラーは変わりませんが、ここの手足パーツがライトグレーだったんですが、今回はダークグレーに変わって、こっちはこっちでかっこよかったですけど、今回の色の方がフォームチェンジは分かりやすいかもしれませんね。で、可動箇所はプロペラが回転するのと、下側にタイヤはありませんから、コロ走行はできませんが、この状態で腕パーツを展開することで、ヘリコプター型の救助ロボのような見た目にすることもできます。ただこれまでのサポートビークルと違って、手足パーツがどちらもついてますから、このままつま先とかを展開して、プロペラをブレードとして持たせれば、単体でちょっとしたロボ状態のような見た目にすることもできますね。かなり無理やりではありますが、こういうことも可能です。ではホワイトホープとシンクロ合体。今回はシンプルに手足を付け替えれば終わりですから、手足パーツを引っ張って外して、サポートビークル側からも引っ張って外しつつ、プロペラも外して、腕パーツも全部外した上で、腕の形に変形させて、そしてロックボタンを押しながら奥まで差し込み、反対側も差し込んで、手首を展開したら、足パーツもこちら側を前にして、膝パーツを前に出しつつ、足首を広げます。おお、ここの成形色と色が合うんだ。なるほどね。あとはプロペラパーツを武器として握らせれば、完成！ホワイトホープスラスターエンペラーです。はい、通常のホワイトボディからまるで試作機のようなプロトタイプ的な見た目になって、救急車っぽいイメージから大幅に変更されましたね。プロペラが変形したシザーブレードによって救助もできるようになってます。全体をぐるっと見回すとこうで、後ろ側、横、正面で大きく何かパーツが追加されたわけではありませんが、通常の爽やかな雰囲気は完全に消えましたね。ヘッドパーツも相まって、ちょっと忍者っぽくも見えます。
シザーブレードは両手持ちできますから、ハサミのように持たせたまま動かすことも OK で、このままポーズもつけられますし、上に引っ張れば外れますから、二刀流武器として武装することも OK ですね。もともとは救急に特化したドライブヘッドのはずなんですけど、めちゃくちゃ強そうに見えますよね。腕を下げれば斬撃ポーズもいけますし、片手で持って構えれば完全に忍者ロボですね。さらに頭部パーツを交換して顔を変えることで、完全にくのいちっぽい見た目になっちゃいますけど、みことバージョンで遊ぶこともできますね。レスキューヘリコプターとの相性はこっちのヘッドパーツの方がしっくりくるかも。ただこれまでのサポートビークル合体に比べてちょっと背面パーツが寂しいので、例えば他のサポートビークルの武装を使って装備を強化することで見た目のバランスがより良くなって、またスラスターエンペラーのイメージも変わりますね。むしろこれまでの様々なサポートビークルパーツを駆使することで、これ何でもかんでも合体しますから、サブタンクをさらにここに取り付けて、色合いが合いそうなソニックジェットの足パーツなんかも付け替えてしまえば、完全に飛行状態のホワイトホープが完成しますね。もうレスキューって何だったっけ？完全に戦う用の戦闘ロボに仕上がりました。各ジョイント部分が共通なゆえ、妄想合体が超簡単なのもドライブヘッドの売りですよね。そしてホワイトホープから外した各手足パーツは変形させて、レスキューヘリコプターに合体させることで、ヘリコプターがまさかのタイヤがついて救急車に変形しました。さっきまではどう見てもヘリコプターだったんですが、こうなると完全に救急車で、各パーツにタイヤがあることでコロ走行もできますし、ジョイントを使ってインジェクトガンをマウントすることも OK です。はい、両方並べるとこうで、サポートビークルの変形後の見た目の中でも、これが一番まとまりがいいかもしれませんね。それと、スラスターエンペラー状態のまま、カーフォームに変形もできますよね。いつも通り腕と足を畳んで、ここでロックして曲げて、おお、いけますね。で、足首を収納して、というか、全然救急車っぽくない。はい、スラスターエンペラーのカーフォームです。問題なく変形できましたが、救急車っぽさは全くなくて、これも大幅に見た目のイメージが変わりましたね。レスキューヘリコプターへの戻し方は、ホワイトホープから手足パーツを外して、こちら側も引っ張って外して、各パーツを元の位置に付け替えていけば OK ですね。右手側、そして最後はプロペラをセット。はい、超簡単に元のレスキューヘリコプターに戻りました。お手軽。はい、ということでドライブヘッド、サポートビークル、レスキューヘリコプターを紹介しました。これで3つ同時に発売した全てのサポートビークルをレビューしましたし、
各ドライブヘッドにも合体させましたけど、どれもハイパーレスキューのリニューアル版ということで、本体カラーこそ大きく変わってましたが、完全新規のアイテムではありませんので、この次ぐらいのアイテムから新規系のドライブヘッドとかが来るんですかね。とりあえず来月にはなりきりアイテムのドライブギアが発売しますから、そっちのギミックとかも楽しみですね。以上、トミカハイパーレスキューサポートビークルレスキューヘリコプターの紹介でした。